ほうほう、なかなか見えてこなかった新型イージス搭載艦のスペックが一部、ついに公になったな。新型イージス艦って、排水量2万トン以上で VLS を、200機以上積んだ、令和の戦艦ヤマトみたいな船よね。ワクワクしてきたわ。残念。ながら、今回分かった情報によれば、従来のイージス艦は上回る大きさには、なりそうではあるけど、半年前に一部で報道されたような大型艦にはなりそうもないな。どういうこと？今回判明した要求スペックの一部から想像するに、運用側の海上自衛隊というか、護衛艦隊の要望が通って、艦隊行動を従来の護衛艦と一緒にできるような常識的な、関係に収まりそうなんだぜ。ミサイル戦艦にはならないのね。ミサイル発射装置、つまり VLS の機数は128機ということだから、アメリカの、タイコンデロが旧巡洋艦とほぼ同数で、C 国の55型駆逐艦の112機とそう変わらないんだ。そうなんだ。今の海上自衛隊の最新型イージス艦である、マヤ型護衛艦の発展型のような艦になるかは、わからないけど、一時噂になったような超大型ミサイル護衛艦や、異様の艦になる可能性は、事実上なくなったと思われるぜ。今回わかった内容はどんな感じなの？じゃあ、今回は新型イージス搭載艦の要求事項や、どんな艦になりそうかを、ゆっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて、6月1日に共同通信が報じた内容では、防衛省がミサイル防衛の要として位置づけ、新たに、建造するイージスシステム搭載艦が、迎撃ミサイルなどを収納、発射する、垂直ミサイル発射装置 VLS の数を大幅に増やし、海上自衛隊のイージス艦では迎撃能力が最大級になるということだ。ミサイル数を増やすのは規定路線よね。同省関係者への取材で分かったのは、VLS は計128発分の発射能力を備えるということだ。VLS って、なんだっけ？ミサイルの垂直発射装置だな。VLS は海上自衛隊はアメリカの MK41 を使う。というかそれ以外の選択肢は事実上ないんだ。西側世界の海軍は、皆これを使っているんだ。それしかないんだ。イギリス製やフランス製、あるいはアメリカのズムボルト級に搭載されている。MK57 とかいうタイプもあるけど、MK41 で性能は十分だし、そもそも、新型イージス艦用の VLS は MK41 をすでに購入済みなんだぜ。もう買っちゃってるんだ。秋田、山口両県への配備を断念した陸上配備型迎撃ミサイルシステム、イージスアショア用に取得した VLS を転用するんだ。ふむふむ、イージスアショア用の VLS は 8×3 の24機タイプだった模様だ。それを何機調達したのかは、わからないが、今回の報道によれば VLS はそれだけでは足りないため、追加調達するそうだ。1艦あたり128機っていうのは決定なの？ 24 の倍数なら、156だって、もっと多くだってできそうじゃない？防衛省によると、同省は4月に、船体や動力、武器取り付けに関する設計の、基礎資料作成と、1番艦の詳細設計を三菱重工業と契約額約17億円してる。ふむふむ。また、船体の静粛性やステルス性能などの評価に関する設計基礎資料作成と、2番艦の詳細設計はジャパンマリンユナイテッド JMU と5月に契約同約7億円したそうだ。基礎設計と詳細設計を契約済みってことは？まあ、VLS の機数や、大まかな関係や大きさ、機関なんかの要求スペックは、伝えられているってことだろうな。それがなければ、設計なんてできないんだ。なるほどね。じゃあ、VLS の機数は128機で決まりなのね。マヤ型の VLS は前方64セル、後方32セルで合計96セルだ。新型イージス搭載艦が、どんな VLS の、配置となるかはわからないけど、共同通信が報じた記事に載っていた防衛省提供の想像図では、前方に 24×3 機、後方に 24×2 機で、合計128セルになってるな。想像図があるのね。あくまで想像図だし、こういう場合に出るものは、出来上がったものとは、違う場合がほとんどだから当てにはできない。何か他にわかることは？想像図を見ると、ステルス性は意識されているな。艦橋はイージスアショア用の SPY-7 レーダーを積むためか、大きく見える。また艦尾甲板にはヘリ搭載用の格納庫や甲板らしきものもあるぜ。なんだか、マヤ型とあまり変わらないんじゃないの？船型は、想像図を見る限りはスマートなマヤ型と比べて、ややメタボ。いや、船幅が、広いようには見えるな。VLS24 機を縦じゃなく、横向きに搭載してるようにも見えるんだ。あまり、従来の護衛艦からかけ離れた感じではないみたいね。
また、防衛省が反撃能力敵基地攻撃能力を保有するために取得する、米国製巡航ミサイルトマホークの搭載は、原計画に含まれないみたいだな。え？トマホークを搭載しないの？政府筋は VLS からトマホークを撃てる様式システムを船体に追加できる拡張性はあると、話しているとのことだ。もともと MK41 からトマホークの発射は可能だし、指揮システムを搭載するかどうかの、選択だってことだ。トマホークや、将来の人に意識地対艦誘導弾能力向上型は VLS で運用できるはずだからな。人7式艦対艦誘導弾は搭載しないの？マヤ型は搭載してるんでしょ？マヤ型2番艦のハグロに搭載してる人7式艦対艦誘導弾やその発射機は、想像図では確認できないな。また方向兵器の 127mm 砲も確認できない。近接防空火器のシウスっぽいのは環境全部にそれらしきものはある。砲や人7式艦対艦ミサイルは積まないってこと？さっきも言ったように、あくまでも想像図っていうかイメージ図だ。これから詳細設計に入るんだから、どうなるかはわからないんだ。ふむふむ。しかし、海上自衛隊というか護衛艦隊側は、他の護衛艦と共同作戦が取れる船を強く、要望してるんだ。政府や防衛省が推した、ミサイル防衛専門艦とか、超大型艦はクソだってな。そうなんだ。2隻しかないイージス搭載艦が、他の護衛艦と共同行動を取れないようなゲテモノ艦になると、イージス搭載艦を、従来のイージス護衛艦で護衛しなきゃいけなくなる恐れもあるぜ。まあ、今回の内容ならそれなりに他の護衛艦と共同行動できる艦にはなりそうだな。ある意味安心だけど、ロマンはないわね。男のロマンは、キャプテンハーロックや沖田艦長に任せておけばいいんだぜ。松本零士先生のご冥福をお祈りするぜ。それはそれとして、他にネタはないの？防衛省は2027年度に1番艦、28年度に2番艦を収益させると言ってるから、かなりの超スピードで計画は進むだろう。今年か来年早々には設計は完了するんじゃないかな。知らんけど、大急ぎで進めてるってことね。防衛装備の目玉ではあるからな。政府もうるさいんだ。ああ、それから注目すべきは、今年度は設計費や、対潜水艦船システムなどの装備品調達費として計2208億円の予算を計上したってことだ。つまり、対潜水艦システムが、新型イージス艦に搭載される模様だな。つまり従来の、イージス艦の発展型、となる可能性が非常に高いってことだろう。なるほどね。で、新型イージス搭載艦はおいくらほどになるの？それは、わからないが、すでに整備費エンジンや VLS の取得、設計費や、対潜水艦船システムなどの装備品調達費として計2208億円が使われる予定で、さらに別途建造費がかかるぜ。ふむふむ、大胆な予想をすれば、SPY-7 や VLS、船体など込み込みで、1艦あたり4000億円だ、知らんけど。そんなに高くなるの？マヤ型が1680億円程度だったんだ。まあ、政治のあれやこれや、いろいろあったからバカ高くなるのは、海上自衛隊のせいじゃないとは言っておくぜ。まともな船を作って、ちゃんと日本を守護ってほしいものね。当初は、基準排水量は約2万トン以上、全長210メートル、幅40メートル程度。でも乗員数は、たったの110人とか、現実味のないというか、どうすんのこれ？という声が上がってたけど、今回の発表を見る限りは、そうでもないみたいだな。人手不足の海上自衛隊で、大丈夫なの？心配だな。新型イージス搭載艦の問題だけじゃなくて、根本的な問題だ。もともと海上自衛隊は、定員数の割に、護衛艦や航空部隊が多くて、諸外国に比べ自衛艦の負担が高いんだ。ふむふむ。加えて高齢化や少子化で、船乗り希望者が激減しているのに、新型艦の運用もしなきゃならない。陸上自衛隊から1000人回すって話もあるけど、どこまで現実的に護衛艦乗りを増やせるのか。なんとかしてほしいわね。お給料を上げるとか、どうなの？待遇面の改善だけでは解決は難しいだろうな。ところで新型イージス搭載艦の名前とか、公募しないの？艦名には、命名基準があって基本的には、それに従って海上自衛隊の隊員に、アンケートを取り、防衛省がいくつか案を作って、防衛大臣がそこから選ぶんだ。ふむふむ、訓令では護衛艦の名称は天気気象、山岳、河川、気候の名となっているな。じゃあ、新型イージス搭載艦の艦名を、霊夢が予想してみるわ。お、どんなのだ？ズバリ、ヤマトとムサシと言いたいとこだけど、それはなさそうだからビンゴと合わね。旧国名から取ったにしては、ちょっとマイナーだな。総理大臣と防衛大臣の選挙区からよ。お後がよろしい。ようで、本日のお話はここまでだぜ。よかったら、
チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。